彼らの紡ぐ物語は一つの魂をそこに生み出す。次第にそれは二つ、三つと増えていき、そこには道が敷かれ、町が生まれる。しまいには一つ一つの魂から人生が広がっていき、涙と笑いを生む。その知る人ぞ知る秘話が次元を超えて今生まれ変わる。跳躍落語到来、君のもとへ時代を寄せろ。恋煩いのお話を、一席聞いていただきますが、こんにちは。お、熊さんか。あ、さあ、あ、こっち上がっておくれ。あ、旦さんで安かも遅なってえらいすんまい。いや、家のあの今朝方ちょっと用を足して出ておりましてな。で、うちへ帰るなり、うちの加賀がね、母屋から何遍もお使いが見えてる。早いこと言っといなはれ。言われても、この通り、もうわらじも抜かんと出てきた次第で、なぞ、ご用事で安かいな。いやいや、今日来てもろたん他でもないねやがな。いや、実はうちのせがれ、作次郎のことでな。若旦さんが、どないぞしやったんでっか。いや、お前も聞いてたやろと思うけどもな、20日ほど前からふとしたことで寝込んでおりましてな。聞いとりましたんや、あのご病気やっちゅうことはね。いや、いっぺん見舞いに寄してもらわないかなとか思いながらも、つい忙しいして、失礼をしましてからに。それがもうえらいことになりましてな。さよか、ちょっとも知り前なんだいな。でも大人だぞ。お寺藩の方へはいかはったんでっか。あ、これこれ、作次郎まだ死んではおらんな。あ、まだでやすか。そらまた拉致のあかんことで。拉致が相手どないしますもんじゃ。いや、あっちこっちのお医者さんに見したところがな、どうしても容体が知れん。で、こないだ猿五名医にお見せしたところがな、せがれの病は気病じゃとおっしゃる。何かこの胸にな、思うてることがある、その思い事、願い事を叶えてやれば、せがれの病は即座に治ると、こない言われましてな。ああ、やれやれとこう思うとおりましたんじゃが、一難去ってまた一難というのが、その思い事というやつをな、わしが聞いても返事をせん、母親が尋ねても返答をせんのじゃ。で、こなた全体、誰にならその話をするのじゃとこう聞いてやりますと、まあ、お前さんを呼んでくれよ、こないますのじゃ。まあまあ、小さい自分からな、兄弟のようにして育った中じゃで、まあ、親に言うようなことでもな、お前さんにやったら話をするやもしれんと思いましたんでな、忙しいにしてのしてたんじゃがな、こなし来てもらったような次第でな、くまん、すまんけどな、そのせがれの重いことというやつをな、なんとか聞き出してもらうわけにはいかんじゃろかな。ああ、なんでんねん、そんなこってんか。なわたいに任せとくなれ。わたなどちら、え、奥の離れ、あたがなすぐに出たんじます。奥の離れちゅうたらここやな。いかんな、病人の部屋障子ピシャーと閉め切ってからにも薬の匂いがプンプンとしてるからな。こんなことしとったら達者のもの病気になってまうで。わからんなー、わからんなー。ここへは誰も来たらいかんと言うてんのに、そこへ来たのは一体誰や。撤退の熊五郎です。熊藩か、待ってたんや。中へ入ってんか。飽きまへんで、若旦さんたい。若い男はさ、きなきなやんでるてな。最近ね、また喜んでまんねんで。いや、そうでしやないかい。親旦さんにも言えんようなことをな、この熊五郎にやったって言うてくれてまんねんろ。喜んでまんねん。さあ、私が来たからね、もう安心してはれ。さあ、おっしゃれ。さあ、おっしゃれ。おい、言わんかい。大きな声や。頭に響くがな。熊藩、もうこの話は誰にもせんと死んでしまう思ててんけどな、あんたにだけは聞いといてもらいたいけどな。熊藩、わたいの話聞いて笑てないや。笑たりしますがいな。笑いまえ笑いまえ。さあ言うてしまいなあれ。笑われたらわたい
恥ずかしよってね。死んでしまうやもしれん。難しい話でんな、笑いまへんがな。さあ、言うてしまいな、あれ。なら言うてしまうけどな。実はな。やっぱりあんた、笑うと思う。あんたが先笑うてなあんねん。お前先死ぬか。なんで出んねんな、もう。しょうもないこと言うてんとな。言うてしまいな、あれ。ならもう言うてしまうけどな。実はな、今を去ること20日ほど前やったかいな。あんまり退屈なんで、店の定吉を連れて神津神社へお参りに行ったんや。へえ、神津神社知ってますぜ。あの仁徳天皇のあの祀ったるとこでしたろ。うん。でな、御参詣を済まして絵馬堂の茶店で一服してたんや。ああ、向こう見晴らしよろしいわな。道頓堀まで一目で見えまね。また時期にぶぶくんでくる。またこの持ってくる羊羹が分厚くてうまいんですわ。あんたあの羊羹、なんぼどこだ。羊羹のことなんかどうでもええね。で、あんたちょっと黙って聞いててな。話がしにくいさかい。で、一服してるとな、後からお越しになったのが、お供を四五人も連れた、年の頃なら17、18の、そらもう水も垂れるようなお方がお越しになったんや。へえ、そら気の毒にな。雨にでもお会いになったやな。何がや。何がって今あんた言うてるがな。水垂れてビチャビチャや言うて。いや、そうやないがな。綺麗なお嬢さんのことを水も垂れるようなと言うねんがな。英語で。いや、英語と違う。日本語や。で、あんたちょっと黙って聞いててえな。もう話がしにくい。はあ、綺麗なお嬢さんやなとこうじーっと見てるとな、さきさんもこっちをじーっと見てなはって、ニコッとお笑いになった。ああ、そら向こうの負けでんな。いや、睨み合いと違う。もうほんまに黙っててえなんて。そのお嬢さんな、後から来て先に立つ羽目になってしもてな、そのお嬢さんの立たはった後を見ると、ひしおぜの茶ぶくさが忘れてある。またそれ持って行って、これあんた反応と違いますかとこう渡してあげるとな、またニコッと笑いになって、元の将棋に腰掛けて紙にサラサラっと歌を書いてくださった。その歌が、背を早み岩にせかるる滝川のというやっちゃ。へえ、そらまた変わった河内音頭の文句でんな。もう河内音頭と違う。まあ熊藩には分からんやろけどな、これは百人一首はストックインさんの上の句でな、下の句が割れても末に合わんとぞ思う。これがわざと書いてない。わざと書いてないところを見ると、今はほいないお別れをいたしますが、末はうれしゅうお目にかかりましょうという謎かいなあと思ったら、ふわっとなってしもうて、それ以来頭が上がらん。えらいもんやな。それからというものはもう何を見てもそのお嬢さんの顔に見える。乱馬の正気さんの顔がその娘はんや。閻魔はんの顔までそのお嬢さん。見てるとな、天井にそのお嬢さんの顔がファーッとこう浮かんでくる。こうして話をしてるやろ。熊、あんたの顔がだんだんそ、あ、お嬢さん気色悪いな、あんたも。抱きついてきな、あんた、ほんまに。あんた、なんでか、あんたその娘さんに惚れなかったんでか。なんでねんな、もう。あんた、いちいちその寝込みなあんな、そんなことで。よろしよろし、ほんならね、お題が大江さんに話して、そのお嬢さんね、なんとかこう、嫁さんに来てもらえるようにね、話してあげまんがな。で、そのお嬢さんちゅうのは一体、どこのどなたはんだね。それがな、わからん。わからん？わからんだ、あんた。え、どこの誰やわからんじゃに、惚れなかったんでか。何をしてまんね、あんた、ぬかってまんな。いや、そうでしやないかい。いや、佐々木と連れててなかったんやろ。なんで後をちょっとつけさせまへんねんな、ほんまにもう。あ、もうよろしよろし、ほんならね、お互いが大江さんに話して、そのお嬢さんなんとか探し出してもらえますさかいな。
わらんさん、若い男がさ、着なきゃやってたらあきまへんねん。ちょっと胸張って、ちゃんとしなはれ、ちゃんと。うん、わかりましたな。熊五郎、ただいま戻りました。ああ、熊はんか。ご苦労さんじゃったんだ。あ、どんな言うてましたな、せがれは。えらいこと言うてますて、せがれ。いや、お前はんまでせがれちゅうやつがあるかい。どんな言うてましたな。いや、なんでもね、20日ほど前にね、神津神社へお参りに行かたそうでな。おうおうおう、行きたいと言いましたんでな、あの店の佐々吉を連れてよこしましたが、それがどんな映像しましたかいな。それが飽きまへんわ。なんで生玉藩にしまへんねん。いや、知らんがな、そんなもん。なんじゃなでね、御三家を済まして絵馬堂の茶店で一服してたんでやすと、向こう見晴らしよろしいわな。道頓堀まで一目で見えば、また時期にぶぶくんでくる。またこの持ってくる羊羹が分厚くてうまいんですわ。ええ、たさんの羊羹ね、なんぼほど食うだと思いなはる。おお、何かせがれはそこの羊羹が食べたいとこの言うてますのじゃな。羊羹の話題が食いたいんです。誰がお前さんの食べたいもん聞いてます、ね、せがれの話。いやいや、分かってまんがな。でね、一服してたらね、後からお越しになったのがね、お供を 4、5人も連れた、年の頃なら17、18のね、そらーもうピッチャピッチャのおなか入ってきたんでやすと。そらまた気の毒にな。あ、雨にでも会いなかったんじゃな。あ、旦那さんもそんな思います？私もそんな思いました。ところが違いまんねんで、綺麗なお嬢さんのことをな、英語でね、ピチャピチャのおなごを言いまんねんで。何を聞いてきたんや、お前さんは。いや、それも言うなら、水も垂れるような綺麗なお方と違うかい？あそうです、そうです、ね。で、綺麗なお嬢さんとこうじーっと見てるとね、佐々木さんもこっちをじーっと見てなってね、ニコッと笑った、言いまんねん。生意気ですよ、こいつ。でね、そのお嬢さんね、後から来て先に立つことにならはりあってね、でそのお嬢立たはった後を見ると、なんやそのひしをいうのをなんか茶袋かなんか忘れた。また若旦那がな、一びってからにな、これえんでへんねんと知恵間違いで持ってて渡した今ね。でそのお嬢さんまたな、ニコッとお笑いになって元の将軍に腰掛けて紙にこうサラサラとこう歌を書いてくれはったんでやすと、その歌が、石川や浜の政子は、いや違うな、これ何やったかな、セミが鳴く。じゃあ、何やったかな。旦那知りまへんかな。何やろ。100人一組でね。なんか、その、人食いとか言うたね。何を聞いてきたんや、お前さん。それも言うなら、100人一首は、ストクインさんのことと違うかい？ああ、そうです、そうです。そのストクイン、ね。そのストクインさんの歌というのは、どんな歌です？もうどっちがためでね、わからんな、もん。いや、ストクインさんの歌やったらな、背を早見、岩にせかるる滝川のというやっちゃ。あ、そうです、そうです。で、下の句がな、割れても末に合わんとぞ思う。そう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 。それがわざと書いてない。わざと書いてないところを見ると、今はほいないお別れをいたしますが、末は嬉しいお目にかかりましょうという謎かいなと思ったら、ふわーっとなってしもうて、それ以来頭が上がらん。偉いもんですぜ。それからというものはもう何を見てもね、そのお嬢さんの顔に見えまんねやて。乱馬の正気さんの顔がその娘はんや、閻魔はんの顔までがそのお嬢さん。似てるとね、天井にそのお嬢さんの顔がパーッと浮かんでくる。こうし話をしてるとな、あんたの顔がだんだんそのお嬢さんに、言うてね、抱きついてきよりまんねんで。へえ、たぶん何かいな。せがれはその娘さんに惚れたと、こんな言いますのじゃな。はぁ、よう聞き出しておくんなさった、大きに。いつまでも子供じゃと思うてた私が悪かった。何はさておいてもな、可愛い一人息子のことじゃ。なんとかな、嫁にもろうてあげまよ。でな、熊、あんたな、仲人とまではいかいでもこの話の橋渡しじゃ。すまんけど、これから先方さん行ってな、この縁談、掛け合うてもらうわけにはいかんじゃろかな。それま、掛け合わんことは思わへんねんけどね。どこの誰やわかりまへんねんて。わからん。いや、わからんと言うたかて日本人じゃろ。そのまま日本人でしたろな。日本人が日本人探してわからんことないじゃろ。これから大阪の街の中ぐる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 探しまんなあれ。で、大阪でわからんなんだら京都やな。で、京都から名古屋、静岡、横浜、東京。今、日本全国縦横10文字、鉄塔が引かれたん。いや、礼はさせてもらう。ちゃんと礼はさせてもらいます。え、お前さんには確かこの間な、2円50銭というお金が貸してあったな。あの借金はそのまま棒引きでまた別でな、20円、お礼として包ましてもらえないか。なんですって？この間のあの借金、チャラがまだ別で20円いただけまんの？いや、あんた一生懸命探しますよ、そんなもん。
じゃあ、わざわざいね、わざわざいね、ちょっとね、朝から何にも食うてまいりそう、お腹ペコペコ出ねや。いっぺん家帰ってね、あの飯食うて、ちょっと腹に力入れてね、いや、探しに行きますわ。何？お腹が空いてるとらいかんな。これ、大きいよ、大きいよ。あ、熊はんがな、お腹が空いてるとこないますね。すぐにご飯の支度をしとくんなされ。いや、そう、おでんも何にもいない。あの、おいつごと持っといて、おいつごと。うん。あ、それからな、あの、たくは日本語だろうって持ってきて。いや、嫌いでもええねん、嫌い。中へどんどん放り込んで。はいはいはい。はいはい。あんたちょっとこれ持ってもたい。ちょっとあの、四五キを一本貸してくれるか。な、こなしてな。こうして。よいしょ。こうで首にもこうしな。よいしょ。では、あんた、お腹が空いたら、この中のご飯手でつかんで食べる。でこのお腹おかずげるんだ、このタクはかじりない。わかりましたな。わらじが切れかかってる。いかんな。あ、これ、大きいよ。あ、ちょっと、熊藩の腰の周りにな、わらじごとごと釣ってやんな、あれ。さ、早いことな、探してきてくれるか。なんちゅう格好差し上がんねん、お前にも。いっぺん家帰ったろ、お前にも。なんか、ただいま。あ、おかえ。なんちゅう格好してらはんねん、あんた。首からおひつぶら下げて、腰にわらじも釣って。まるで荒物の化け物やないかいな。でどないやってん用事は。うん。若旦那がまあそんなこと言うようになって、うん。でそのお嬢さん見つけ出したら、あ、2円50銭の借金な、あれ気になってたんやがな。うん。あの借金棒引きでまた別で20円。まあ大変話やないかいな。あ、なんでそんなええ話があんのに、なんであんた先に先方へ行かからしまへんねんな。え、お前話聞いてたか、お前。いや、先方も何もな、どこの誰やわからんねんで。わからん？いや、わからんと言うたかて日本人でしたろ。いや、その日本人やろな。日本人が日本人探してわからんことおまへんやろ。これから大阪の街の中ぐる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 探し回んな、あれ。大阪でわからんなんだら神戸やな。で、神戸から岡山、広島、福岡、もう九州一周ぐるっと回っといな、あれ。何？わらじがごとく、そんな足りますかね。もうごとく釣ってあげますさかいな。もう早いこと探しといて。ああ、ほんまに同じように抜かしやがんねんと。さあ、これからですね、大阪の街の中をぐる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 一生懸命探し回ったんですが、見つかるわけはございません。もとよりこの雲をつかむような話でございますんで、夕方になりましたらもう疲れ果てて帰ってきよって。かが、ただいま。ただいまやないがな、あんた。もう思やから何遍もな、熊はまだか、熊はまだかって、もうお使いが見えてんやないか。早いことな、ちょっと思いや行ってきな、あれ。もう一服もさしておらん、お前も。熊五郎、ただいま戻りました。何？熊帰ってきた。ああ、上がってもうて、上がってもうて。ああ、熊はんか。ああ、こっち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 。おさば出て、おさば出て。いや、もう最前はえらいきつい言葉かけてすまなんだな。いえ、親バカじゃ、親バカじゃ、感じしておくれ。ああ、これな、あの、最前言うてました。あの、2円50銭の証も。いや、もうこんなんあってもなかったもええってなもんやけど、まあまあ、納めといて、納めといて。それからな、ああ、これまた別で20円包ましてもらいましたね。どうぞ納めといて。それからな、お前さんが出て行ってからな、暦を調べてたんじゃがな、これ、あさってがまことに日がええのんじゃ、うん。先にな、結納だけでも納めときたいなと思ってますのじゃが、どうやった？その先方さんは、どうやった？ご体験じゃったか？それがね、ちょっとまだあの、わかりませんな。なんじゃて？いや、それ、わかりませんね。いや、はっきりはっきり、わかりまへんねん。わからん。わからんと言って、あの、ようぬくのこと帰ってきなさったなんだ。え？いや、お医者様がおっしゃるのにはな、せがれの命、あと5日持たんと言われてますぞ。え？わからんではすまん。わかった。あんた何か。礼が気に入らんのか。あ、わかりました。礼はちゃんとさせてもらいますから。うちの裏にな、蔵付きの尺が5件あるじゃろ。あれそっくりそのままお前さんあげようやないか。また別で30円包ましてもらいます。それでもまだ気に入りまへんか？なんですって？あの、借家5件とまた別で30円だからね、そんな話聞いてね、欲深いこと思うわけよ、お前んけどね、大阪の街の中ってたくさん広まっせ。上町周辺でもね、半日や1日かかりまんねん。すまんけどな、3日だけ、3日の夕方だけ送るな、あれ。わかりました。3日だけあげまよ。それから言うときますぜ。3日の間に必ず見つけ出しておくれ。もしも見つけ出すことができなんだらな、私はお上へ訴え出ます。うちのせがれ作次郎を殺したのは、撤退の熊五郎でおますとな。なんでてんねんな、私何にもしてまいんから。それ、見からよくなれや、さいならごめん。かが、今戻った。お帰り。どうやった？うん。見つけ出したら？借家5件と？
30円。まあ人間な、一生に一遍は運が向いてくる言いますけどな、今がまさにその時やないかいな。あんた一生懸命探しなはれや、わてもいろいろ聞いてまいりますが、一生懸命探しなはれ、頑張んなはれや。さあがらり夜が明けますというと、また朝の早うから大阪の街をぐる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 探し回ったんですが、見つかるわけはございません。2日が経ちまして、2日目の夜になりますと、もう疲れ果てて帰ってきよった。ががただいま。お帰り。どうやった？あかんのか。そうか、もうしゃあないわな。しゃあないがな、あんたに運がなかったんやわ。しゃあないしゃあないな、あんたに運がなかったんやて。しゃあないわ、あんたに運がなかったんや。しゃあないわ。もうあんたに運がないことがよう分かったんでな、これ以上連れ添っててもしゃあないさかい、もうまた田舎へ帰らせてもらうし。ちょっと待ちんなお前、あと1日じゃん。ちょっと待ってえな。まさか、なんか一生懸命探しなあれ。だいたいあんたな、毎日どんなこと言って探してなはんねん。どんなこと言うてて、そんなもん一生懸命あちこちうろうろ探してもらってんねんが。あんた何か、あんたただ毎日黙って歩いてたんか。もうこんなアホな人やとは思わなんだ、情けな。ええつてがおましじゃないか、その西洋早見とかなんとかいう歌。なんでその歌をな、大きな声で歌うって歩きなはれへんねんな。そんな歌うってたらな、なんでそんな歌を歌うてなはんねんと尋ねる人もあればな、その他についてはこんな話がおますと聞いてくれる人があるかもわかりまへんのに、情けない。もうこんなアホやと思わなんだ。よろしいか、明日なその歌を大きな声で歌うって歩きなはれ。わかりましたな。何、お腹が空いてる、ご飯が食べたい。何甘いなはんな。ご飯てなもんはな、見つけたら食べるもんや。もう寝なはれ、遅い高い。寝なはれ、寝なはれ、寝なはれ。もう寝たか、起きなはれ。今寝たとこやないかい。さあ、がらり夜が明けますというと、また朝の早うから叩き起こされまして。よろしいか。ゆうべも言うた通りな、その昨日言うてた歌、あの歌を大きな声で歌おうと歩きなはれ。でな、どこの町内でもな、人より場所は、風呂屋が散髪へ、そういうところで大きな声で歌おうと歩きなはれ。わかりましたな。わかったらもう早いこと、探しといて。偉そうに昔はあるで、ほんまにもう。まあせやけどな、カカが言うのも無理ないわな。黙ったら腕で見つかるわけないわな、確かにな。せやけど声出すの恥ずかしいな。誰も見てへんやろな、ほんまに。はあ、腹決めようか。せよ早見、岩にせがるる滝川の、瀬尾早見、岩にせがるる滝川の、瀬尾早見。ちょっとイワシやはん。何がイワシや、イワシは友達もとてるんだ。どんならんてほんまにも。あ、そうや、かか言うとったら風呂屋か散髪駅言うとったな。散髪行ったのかな、なるべく混んでるとこ行かない、混んでるとこやな。あ、ここ散髪やな。あ、ごめん、お宅使えてますか、空いてますか。あ、どうぞどうぞ、上がっとくなれ。もうすいてすぐできますから、中入っとくなれ。あ、さよか、さよなら。いや、もしすぐできますよ。すぐできたらあかんねん、こっちはな。混んでるとこ行かんとな。あ、ここも散髪や。ごめん、お宅使えてますか、すいてますか。あ、どんなこってちょっと 4,5 人待ってもらわなきまへんな。さよか、なあの、待たしてもらいますわ。あ、さよか、すんまへんな。まあまあ中入って、どうぞ一服しとくなれ。すんまへん。それかちょ、あ、すまへんな、すまへん。ゆっくりちょっと。あ、将棋でっか。話題もね、将棋好きでね。ああ。そんなところに金はもったいない。そこ風でよろしいね、風で。いや、そこはね、金もったいない。風で、黙っとけ。ああ、もったいないと思うけどな。あ、こんなことしてる場合あれんわ。せよー、早見。びっくりした、もう。なんでなんだ、大きくの大きな。びっくりしまんがな。えらいすまへん。金銭とどんどん将棋やっといておくなれ。岩にせがるる滝川の瀬尾早見。くっさいな、ほんまにも。で、
あんた早行きなはれ、もう。なんぼ考えてもあげまへんで。もう私あと行ってて済みますからね。早行きなはれ。岩にせがるる滝川の、せよ早み。早行きなはれ言うてまんねん、もう。なんぼ考えてもあげまへんで、もう。下手な考え、休むにたりいまんねん。早行きなはれ。岩にせがるる滝川の、せよ早み。ほんまに、早行き言うてまんねん。もし、あなた何や、その、不得意さんの歌、大舞踏好きなようでんな。岩にせがるる滝。何です？この歌？嫌いでね、またこんな歌、お前。ちょっと待ってもらえまっか。え、あんた今、お互いがこの歌歌ってましたらね、ね、ストクイン言いましたやろ。ちょっとすまん、ちょっとね、ちょっと手止めて、ちょっとまたの話、ちょっと聞いてもらえまへんか。え、何です話、あとで、いや、今ね、将棋してまんねん。でもう、あと言っててついまんねんけどね。あんた、早いきいな。いや、あとで聞きますが。いや、違う、ちょっとね、人の命に関わってましたな。ちょっと急いでまんので、ちょっとだけ、ちょっと私の話聞いてもらえまっか。いや、あとで聞きます。いや、今やってますから、将棋ね。あんた、早いきいな。いや、あとで聞きます。いや、違いまんねん。ほんで、ほんまに急いでましてな。もう、この後でよろしい。ちょっと話聞き。いや、あとで聞く言うてましたから、しつこい人でんな、あんたも。ちょっと向こう行っときなはれね。あんた、早い。いや、違いま、こんなもんいつでもよろしいから、こんな将棋なんか、こんなもん、この、ああ何しまわね、あんた。むちゃな人。あ、ゲラゲラ笑えな、あんた。あんたももう。なんでね、あんた、一体。いや、将棋までいつでもよろしいから、将棋は。いや、今ね、私が歌ってましたらね、あんた、すぐにストック言いましたよ。あんた、この歌、ご存知でっか？ご存知でっかって。いや、うちの娘がね、なんや、その歌ちょいちょい歌ってますさかいね。娘やんか。ちょっとつかんこと頼んでますけどね。そのお嬢さん、この22、3日ほど前に、あの、神津神社さんへは、いかはら姉妹でしたのかな。え？いやいや、神津さんも幾多も半分本近所でさかいな。もうしょっちゅうお参り行かしてもろてます。え？しょっちゅうってまんの。あの、そのお嬢さんは、あの、びちゃびちゃでっか？なんでぞ？いや、べっぴんはんでっか？いや、べっぴんはんでっかって、親の口からそんなこと言いまへんけどね。まあ、近所の方からは、トンビが高うんだ、トンビが高うんだってなことを言うてもろてます。トンビが高！八九、一クイーンの歌とてはって、神津神社お参りしてはって、べっぴんさんって。年の頃なら11や8、今年8つ。せよー早見、ひっくり返らはったでございましょう。誰が起こしたりな。さあ、これから散髪屋を、風呂屋を26軒、散髪屋を38軒回りまして、夕方にはもう疲れ果てて、ごめん、お宅使えてますか、ついてますか。あ、どんなことで、ちょっと23、あれ、あんた今日今朝いっぺん来てまんな。あんた今朝いっぺん来てましたろ。よして、ボータがもう上がりない。ただいま、三発屋39軒目でんねん。ええー、あたもうどっこもやるとこまへんがな。もうぼちぼち、植えてもらおう思てまんねん。よ、そんなアホなこと言うて。お疲れでしょ。中に入って一服したらどないです。始まったで、この人。いや、怖がらんの。いや、この人ね、ない、朝からこんなことばかり言うてますねんから。いや、別に噛みつき締めたり、大丈夫、大丈夫。ぬかってかっか。人いるみたいにぬかっていけるから。でよー、あやみ。今、いいがるる滝川の。でよー、あやみ。ごめん、大丈夫。トンケからの急な使いでな、ちょっと柱にならねえ。そんで、ちょっとヒゲだけちょっと当たっ。あー、えらい、こんどんな、今日。徳さん、すまん。ちょっとひげだけ、ちょっと順番買ってもらう。よろしく、ええな、すまんな。あ、よさん、すまん。ちょっと買って、よろしか。まっちゃん、よろしか、ええな、すまんな。あ、すまへん。ちょっと急いでましてな。ちょっと順番変わっていただけまへんやろかな。なんぼでもやっとくんな。私もどっこもやるとこおまへんねん。
決断したよな。大丈夫、頼むわ。こっち来て、座り、うん。本家からの急な扱いであんたも大変やない。あ、先生、本家と言うたら、あのお嬢さんどないや。あが、もう今日朝やろな。ほんまかいな。あのお嬢さんと言うたら、この町内でも今小町と言われたお嬢さんやで。なんであんな別品のお嬢さんが、なんでそんなことになってん。あの聞いた話でっけどな、今時の話はうまいんで。なんでもね、この22、23日ほど前にな、あのお嬢さん、お稽古事の帰りにな、お友達4、5人と神津神社へお参りに行かったんですわ。で、向こうにあの今はどの茶見つけましたろ。中へ入りましたらな、どこの若旦那や分かりまへんけど、それはもう役者にもないようなな、男前の若旦那が休んでなかった。で、お嬢さん、ああ男前の若旦那やなとこうじーっと見てるとな、その若旦那がニコーと笑うたんでやすと、で、お嬢さん、その若旦那に気が残ってたんでしたろな。いや、その、ひしおでのなんか茶袋かなんか忘れていけなかった。また親切の若旦那がな、これ、あんた反応と違いますかと手から手渡された時には、お嬢さん、全身身震いしたそうですね。お嬢さんな、お礼に言うて、元の将軍に腰掛けて、紙になや、歌をね、さらさらと書きなって、その歌がなんや、瀬尾早見とかなんとか言うたらしょますけどな。わてらそんな話聞いたかて、なんのこっちゃわかりまへんけどな。さすがは、ご大家のな、わからぬと見えて、すぐその歌の意味がお分かりになって、またニコーとお笑いになった。さあ、お嬢さん、家へ帰ってきてから、もう頭が上がりまへんねん。で、親旦那が心配してな、あっちこっちのお医者さんに見せたんですけどな、もう原因がわからん。で、あるお医者さんが、これは気病やと。思ってることを聞き出さなあかん。みんなで聞こうとするけども喋りまへんねん。で、しゃあないさか大和に出るおんばはん呼んできてな、なだめたりすかしたりして聞き出そうとしたら、耳の付け根まで真っ赤っかにしてな、お父さんやお母さんに言わんといてや、実はこれこれこういうわけでと、そこで初めてその、まあ、意味が分かりましたよな。さあ、そうなったらもう親旦那さん、店の者からな、もう出入りのもみんな集めましてな、その男前の若旦那ちょっと探し出してこい言うて、お前はあっちや、お前はこっち、お前はあっち、お前はこっちやって、ほんまにまたはんなんかかわいそうに、昨日からカムチャックはんと言わされてまんねんで。あたいは和歌山の係でな、和歌山の市内で聞いてわからなんだら、熊野田のクジラに聞いてこいがなんか言われて、もバタ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 しても、ほんまにひげ剃るまんもまへんねんがな。この礼に青とてかんらしい怖いかかる。今日ここで出会いしがうとんけど、腹咲くはるぞ、ここちして。敵討ちの文句やそれは。腹腹なんかい聞いて驚くなよお前。その歌もろて帰ったわな、うちの母屋の若旦那じゃい。何よこら、うらー、腹高い己にはうとて観覧しんくは、同じように脱がすな。俺とこへ来い、わしとこへ来い、俺とこへ来い、わしとこへ来いと互いに揉み合いますが、無事に一対の目歌が出来上がります。エストクインというおめでたいお話でございました。どうもありがとうございました。先之助さんにお話を伺いたいと思います。先之助さん、よろしくお願いします。はい、よろしくはね。こういうの味がしましたか。まあ、おい、人の嫁はん